台風7号についてお伝えします、えー、今朝午前3時に日本の南の海上で台風7号アンピルが発生しましたこちらをご覧ください台風7号アンピルは13日今日の12時現在日本の南の海上にあって中心の気圧は996ヘクトパスカル中心付近の最大風速は20メートル最大瞬間風速は30メートルの勢力です現在は東北東に15キロの スピードで進んでいますけれどもこの後は北にある太平洋高気圧の 勢力は弱いところを縫うように進路を主題に北寄りに変えながら進む見込みですそして北寄りに進みながらこの後台風は海水温の高い領域を進みます現在の日本の南の海水温はだいたい30度から31度あるんですけれども台風は一般的に海水温が28度以上のところで発達をするという特徴がありますさらにこの28度という海水温を大きく上回 ある高い海水温の領域を吸いますので台風はこの後さらに発達をする見込みですそして16日の金曜日から17日の土曜日にかけて東日本にかなり接近もしくは上陸をする見込みです この16日頃が台風の勢力が最も強い時で伊豆諸島付近で中心の気圧960ヘクトパスカル中心付近の最大風速40メートル最大瞬間風速55メートルと予想されていますけれども最も西寄りの進路を取った場合には関東地方から東海地方などの沿岸に接近、上陸する可能性があります連休お盆の休みの後半の行楽を直撃する恐れもあります。 そして波も高くなりますこれが沿岸の波浪の予想明日の12時ですけれども明日には東日本から西日本そして東北の太平洋側に至るまでこの台風からの上下りが入る予想ですけれどもさらに明,明後日にかけては沿岸部では高波が予想されます海のレジャー等にも十分な注意が必要です最新の台風情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます